青葉台を退学になった誠は花園実業へ編入した。悪の紋章を引きずって流れ流れて行き着く先は風雲告げる悪の花園。愛も誠を追って花園実業へ。天国から地獄へ、舞台は急転直下。次週第14話、悪の花園、ご期待ください。誠を追って悪の花園へ転向した早乙女愛、その愛と誠に迫るスケバングループの不気味な挑戦、ますますエスカレートする暴力に危機は迫る。次回愛と誠第15話、ボディーガード教師、ご期待ください。次々と繰り広げられるスケバングループの愛と誠への挑戦、飛び来る長ナイフの恐怖の裏に、ついに影の大番長の姿が浮かび上がる。次回愛と誠第16話、影の大番長、ご期待ください。高原由紀の正体を知った早乙女愛、誠はしかしまだ影の大番長の姿を知らない。誠をかばおうとするがゆえに愛の身に危機は迫る。次回愛と誠第17話、平手打ちへの報酬、ご期待ください。愛の献身をよそに傷つきながら執拗に雪に挑戦する誠、誠の知恵が勝つか、雪の策略が功を奏するか。次回愛と誠第20話、ゴリラの影、ご期待ください。スケバングループと誠の隔週、その中で木図のようにもてあそばれる愛、そんな愛に献身を誓う岩清水までもが悪の花園実業に身をさらす。次回愛と誠第21話、スケバン反乱軍、ご期待ください。早乙女愛、一番借金したくねえ奴に無理やり借金させられたからよ。臨地場へ乗り込んだ大河誠、その誠を慕う早乙女愛の純愛、愛と誠への大番長高原行きの挑戦はいよいよ頂点に。次回愛と誠第22話、スペシャルリンチ、ご期待ください。俺がのこのこここへ面を出したのはな、あくまで大河誠、俺自身のためよ。大河誠の背に飛び交う大番長高原行きの無知、必死に身代わりを願う早乙女愛、その二人の姿に行きの心は乱れ揺れる。次回愛と誠第23話、大番長の行方、ご期待ください。大番長高原行きがこともあろうに故郷へ帰ったと聞いて、俺は覚悟を決めたんだ。愛と誠のあまりにも純粋で詩純な愛に敗れた高原行き、行方不明の行きを追って二人の旅立ちが始まる。次回愛と誠第24話、南国への追跡、ご期待ください。額に傷、まさか大河誠が私を。行方知れずの雪を探すことが愛と誠にとっての急務だった。雪の生まれ故郷南国高知に舞台を移して愛と誠の隔週はなお続く。次回愛と誠第25話、愛と死のさすらい、ご期待ください。愛は平和ではない、愛は戦いである。早乙女愛にとって、大河誠にとって、そして高原由紀にとって、果たして愛とは。次回愛と誠第26話、波涛に消えて、いよいよ最終話、ご期待ください。